ワースポーワーワー物語の種が芽吹く。ようこそワンダーランド。君にパーティーの招待状を持ってきたんだ。これから始まる新しいストーリー、一緒に行こう。さあ手を伸ばして。昔昔あるところに、お姫様や王子様、魔法使いに、小人たち、漁師、狼、ランプの魔人、とにかくいろんな人がいました。今日はお姫様のパーティー、海の向こうから王子様がやってくる。国中みんなお祭り騒ぎ。まあお話の展開っていつも決まってるよね。もう嫌だ、毎日同じルルル、自分のストーリー、人生は辛いことばかり。内気な自分、パーティーに呼ばれた。わかる、嫌役は嫌だ。人間なんて食べたくない。そうだよね、結婚なんてしたくない。じゃあお話を変えちゃおうよ。君は悪役ヒーロー、お姫様与えられた役割。そんなのそんなの君次第。君が教えてくれたから。君の特別な色、ワンスポンアワー、物語の種が芽吹く。何色の花を咲かせよう、風に吹かれて。ワールドビューはストーリー、わかってても心じゃわかんない。自分のストーリー、人生はノンフィクション。僕がパーティーを開く。いくよ、道の冒険へ。ケーキ屋さんになりたい。やっぱり結婚したい。どんな選択だっていいんだよ。物語を作るのはちょっと怖い。でもね、ほら見て、ちょびっとの勇気がみんなの心を動かしたんだ。君が強く願うならきっと届く、きっと叶う物語の続き。